日本は世界で4番目に地震が多い国です。地震や洪水などの自然災害は止めることはできませんが、備えることで被害を小さくすることができます。この動画では地震について、そして備える方法についてご紹介します。流れている映像は東日本大震災の様子です。激しい揺れによる被害と大きな津波による被害が特徴です。9月、12月に地域で防災訓練を行います。避難所の使い方や様々な資機材の使い方を同じ地域に住む方と共に学べます。そして何より災害時は助け合いが必要です。防災訓練に参加することで近くに住む人と互いを知り合うことができます。これは地震体験者です。実際の地震と同じ揺れを体験することができます。何かに捕まっていないと立っていられません。どれだけ危険な災害か一度体験してみてください。地震は初めに小さな揺れが起きます。揺れを感じたらすぐに机や椅子の下に隠れて頭を守ってください。小さな揺れの後、大きな揺れと津波がやってきます。このような避難タワーに登るなど、できるだけ高い場所に避難しましょう。いつ地震が起きても生活できるよう備蓄品を用意しましょう。地震が起きてからでは必要なものは手に入りません。トイレが使えなくてもどこでも排尿排便できる携帯トイレ、電気が使えなくても暗闇を照らせるライトなど、あると便利な道具を備えましょう。また保存期間の長い水、災害用の食品などを用意しましょう。物を用意するだけでなく、家や職場から近い避難所の場所や行き方の確認、家族や友人との連絡方法など情報を備えることも大切です。一度ご家庭で話し合ってみてください。地震は備えることが大切です。まだの方はぜひ今日から防災を始めてみましょう。